はい、こんにちは、ゆうです。今日もファイトリーグをやっていきたいと思います。はい、で今日紹介するデッキは久しぶりのリューズ GGG なんですが、こちらの新スタチェンファイタータイピング鏡の、を採用した編成で使っていきたいと思います。でこの子が登場時敵メンバー1体に400ダメージを与えるというスキルを持っているので、割と処理が強いですね。で敵メンバー1体に400なので、まあ、割とダメージを与えられるんですが、こちらのファイターネグセヘアアイロナーも、400ダメージを与えられるということで、しかも HP600 あってアーツが1からでも3でも攻撃できるから、こっちの子でいいのかなっていう気もしなくもないんですが、しかも6ターン目から全ての敵メンバーに変わるので、こっちの子の方が、まあ、守備に関しては圧倒的にアイロナーの方が優秀ですが、タイピング鏡は火力が200あるので、その分がアイロナよりは強い点かなって気がします。なので守備を優先する場合はアイロナで間違いないんですが、タイピング用は火力も出しつつ守れるという意味では優秀なのかなって気がしますね。はい、なので、まあ、どっちに力を重きを置きたいかっていうところなんですけど、あとスタチェン後のレンチとアーツが被っているというところで、レンチは、まあ、HP600 になっちゃったからね、別にタイピング入れてなくてもスタチェン前の編成も増えていると思うんですけど、僕もこれはスタチェン前の編成、スタチェン前のレンチを編成してタイピング と合わせていけたらなというところ。はい、であとミンチだっけ、そうだね、ミンチも入っているので守りもそこそこできるし、メロディーも入れているから、まあ、守りはそこそこできる、アイロナなしでも、でかつ火力はアイロナより出せるというところで、まあ、優秀かなと。ただ、まあ、臨機応変さにおいてはアイロナの方が 1,3 番どちらでも使えるから強いんですけど、まあ、そこら辺はこの火力で押し切れたらなっていうところですね。100の違い結構大きいので、はい、ということで早速やっていきたいと思います。レッツゴー。はい、ということで第1戦目の相手は18番街やっていきましょう。こちらの高校早速来ましたね。タイピング鏡これはいいんじゃない。リューズも来てるし、従順にどっちに置かれても割としょれる。おお、これはタイピング鏡からのリューズでいっちゃいますか。レンチ使いたいもあるか。でもレンチの方がいいかな。レンチからのリューズの方が良さげだな。それでいきますか。レンチをここに出してリューズを一番配置していけば処理しつつ、かつリューズの火力も100上がると。なので圧倒的こっちの方が強いですね。これでいきましょう。タイピング鏡まずは出場せずと、まあ、ただ今の場面もしレンチ来てなかったらタイピング鏡出してからリューズでも1,3 番で強く攻撃しつつ返せっていたので、まあ、そこら辺やっぱ考えると強いですね。で今のアイロナでもいけたんですけど、火力が100違うので、まあ、そこが強いところ。さあ相手はムツキで守ってくると。このムツキは倒せなくもないか、倒せなくもないな。1番にミンチ、ミキからの10番から7番にミンチで倒せるが、なるほど、そこにマリナを出してくると、となってくるとムツキ倒しに行くとマリナが倒せないかな。ムツキ残すか、最悪最悪というかもうそれしかないかな。そうですね、それしかなさそうなので、ムツキ8に攻撃当たってないからまだマシかな。難しいけど、まあ、ムツキは仕方ない、うん、HP 高い方を下に置いていきましょうか。なのでミキ下に置いてミンチで、まあ、マルチアイでもいいんだけどな。マルチアイの方がいいか。マルチアイを1個上に出していきますか。それか、まあ、7番でもいいんだけど、そうすると簡単、その分7番の方がいいかな。いやー、まあちょっと火力出したいもある。ただ転がしちゃうから7番置いておきたい気もするんだけど、まあここは攻めましょうか。タイピング鏡を入れてることによってよりちょっと攻撃的な戦い方の方が、っていうかその攻撃的な戦い方をした方が、マルチアイ、アイロナじゃなくてタイピング鏡を入れている意義が特に出るのかなって気がするので、ここは攻撃していきましょう。お、そしてタイピング鏡が来る。このムツキがミキに対してアーツが向いていないので、そう簡単に1手番目でミキのポジションを開けるのは難しいんじゃないかなと思うところですが、これは転がしがうまい。
さあここでまずは、なるほど、玉も出してきて、どこが変わるか。うまい、これはうまいね。さあ非常にうまい玉元転がしをされて、18番街に強みを見せられていく。お、でもラムちゃんもそこか。なるほど、まあ、ダメージに関しては500プラス1000しか入らなかったから、ダメージはそこまで痛くなかったんですが、ただすごい盤面を固められちゃっているので、まずタイピング強がどう出るかだな、ここは。まあ、でもタイピング強でファイティングバスト使えばある程度倒せるから、まずタイピング強出していきましょう。強いね、そう思うとやっぱ強いな。でどこに入るか、なるほど、そこに入っていく。でこれ火力200上げれば400ダメージ入って、ケトラーを使えば500ダメージ入るのでキツネも倒せると。なんでファイティングバースト打ってケトラーを1でいいかな。ぶつきがいかんせん処理ないですが、うん、ケトラー1でいきましょう。オッケー、これでまあムツキ以外は全員倒せたので、しかもダメージも200からの600かな、500かで700ダメージ与えて、ポイズンもまだ残っているから100ダメージ追加と、あと相手600だから、600だったら全然いきます。お、しかもリューズも来た、なのでこのターン耐えれば勝ち。まずはガムシャラで守っていって、この後回復が果てしなく、すごい回復が来ない限りは600、800、900まで行くので、300、400、300以下なら大丈夫。プロテクターか、なるほど、これは600でも300ちょうど行きますね、ギリギリ。ビューズで攻撃してプロテクターを剥がして、その後レンチつなげばちょうど600ダメージ与えられるということで、ビューズやっぱこのGGG に火力300がいるっていうのはすごく強いですね。やっぱ強みではある。ラジボーイの代わりをさらに強い形でこなしてくれてるから、最近ラジボーイとか見かけなくなったな、ほんと。あ、もう8ターン目か。なるほど。全員に入っていく。さあ、相手の声600なので、レンチを3番に置いておくことで、ちょうどですね、ムツキが厄介だったけど、なんとかリューズ引いてきてたので倒せましたね。ここでリューズ引いてなかったら1番目で、まあ2番目でもいいのか、倒せなかったところはあるんですが、 OK。 はい、ということで第1戦で勝利。タイピング今日も大活躍、よかったですね、ナイス。はい、ということで第2戦目やっていきたいと思います。相手はトーイズ、こちらの5手番。お、またリューズ来てるから、オバケン倒せはしないね。オバケンは残ってしまうのが非常に残念なところですが、どうしようかな。メロディーからのリューズしかないかな。メロディー5番に置いてリューズを1番に打ち込んでいきますか。強者がいればもっと良かったんだろうなって気がするけど、でもいいでしょう。ダメージ量はそこそこ与えていける。ただお化けに残るのでジュナハンとかとかなどなどがちょっと怖い、退場系が怖いところですが、さあなるほど、9番にお化けが配置されると、相手はどう出てくるか。お、タイピング強来ましたね。タイピング強がどこに入るかわからないのがちょっと怖いけど、難しいところだけど、3番から一気に長射なので、まあ、割と範囲は占めてくれているところが優秀かな。お、これはリューズ外れてくれればナイス。もうちょっとヘイト稼げるんじゃないかな。さあハーモニーのスキルダメとオバケンの直接ダメージ300ダメージ受ける。次はでも100しか今のところは見えていない。相手は3番に置いてくる可能性が高いかな。お、なるほど、リューズ残し、リューズ残りましたね。これはチャンスなんじゃないかな。タイピング強出した場合ラムちゃん外れたら残るか、
ハーモニーが外れた場合もちょっと残りそうか。ミッキーだとハーモニーが残るし竜然繋がらないから。ハーモニー以外は絶対勝利だけど、まあ、ここはタイピン強で強く攻めましょうか。ラムちゃんは最悪残っても、まあ、回復されるだけなので OK。 ハーモニー勝利ならいいでしょう。回復されちゃうんですけど、まあ、ここは真ん中を取ればとりあえずジラハンの心配は、まあ、なんだっけ名前、青い少年次第ですけどなくなるので、ここどっちがいいかな。まあ、火力で攻めますか、せっかく、やっぱタイピン強を入れているので、アイロナじゃない強みを見せるためにもやっぱ火力で押していくのがベストと思われる。 OKOK、 結構なダメージを与えていけ、いく。ただラムちゃん残して、もう一回タイピン強来た。ジラハンがいる場合はここで青い少年使ってくるでしょうけど、 OK。ただラム2体か、めっちゃ回復してくる。多分おそらくここで青い少年は使ってこないですね。ラム2体を使ってくる。これはでもありがたいかもしれない。しかもここで回転鏡残ってくれたら残らないか、ここは返されちゃいますね強く。ああでも守ってきた。これはデュラとかに備えてる形かな。ダメージは一切入りませんでしたね。なるほど、ここはどっちがいいのかな。ラム2体残しはさすがにめんどくさいはあるけど、タイピン強出してもし屍に入ってしまったらラム2体とも残ってしまいますね。大丈夫か。オッケーオッケーオッケー。どうしようどうしようどうしよう。タイピン強ここに出していきますか。ニュータイプだ。オッケー、これでラム2体倒せる可能性が出てくる。うん、屍に入った。まあ、とりあえず3じゃなくてよかったですね。これレンチを、まあ、とりあえず7に置けばラム2体ともしょれるんですが、屍もしょれるけど難しいなあ。あんま強くはない。まあでもやっぱこうかな。これで一応全員倒していきますか。ちょっと守り回っちゃったな。ただ電池を配置したから戻ってくれたらっていうのもあるし、ヘイトも稼げるファイターなので相手の配置の仕方がちょっと変わってくる可能性もあるので、まあいいでしょう。そして相手はファイティングワーストも使っている。そして竜ズが来たのでこれは強いぞ。ちょうど8ターン目なので全方向アーツに変わるが、お竜ズポジション取られてしまった。ナナちゃん残しになるかな。なかなか攻めてきませんね。そして連チをどう倒すのか。これ連チを倒す方法はあるのかどうなんでしょうか。なるほど、すごい回復をしてくる。そして竜ズ警戒してきましたね。竜ズのポジションをうまく取られてしまった。難しいけど竜使っていくのもありかな。ここはオフェンスかディフェンスかどう判断するか。マルチアイで5番置きたい。竜ズでマルチアイ、竜ズ10番に置きますか。全方向アーツにしていきましょう。これで全員が全方向に今後なるので、これはとりあえず出しておくことに意味がある。オッケーで、ここはレンチにマルチアイが入ってくれれば、あ、じゃなくても倒しきれるか全員。オッケー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 。マルチアイの火力が100アップするので、うん、今外れちゃったけどこれで全処理、回復もさせずに全処理していく、いいんじゃないかな。そしてこっちも盤面固めた。そしてここからが全員も全方向アーツなのでかなり強く返せるところだが、おお相手はドロリング。まあ、確かにここも使ってて思ったんですけど、スタチェン後の2路をソロで使うときってなかなか難しいんですよね。だからまあドロ人形と合わせるとか、シンスタチェンのマリナと合わせるとか、まあ、そこら辺しか正直ソロで扱うには難しいところがあって、
ていうのはあるから、このドロー人形型のハーモニーで2度編成するっていうのは確かに理にかなってる気はします。うん、ただドロー人形型って安定感がちょっと難しいところがあるっていう印象があるから、そこは難しいですよね。さあここはレンチで攻めてマイティングバースト使っていきましょう。バーストも来るので、そして全方向圧が強すぎる。 OK、 でここから次は、ケトラーを出して火力も上げていく。なので次ターン耐えきれればおそらくリーサルが見えるはず。3番でいいかな。さあこれで全員も火力が100アップするので、今1700あるから、バースト含めてマイナス300かな。ここのターンで100、次ターン200だからマイナス300、1400耐えきれれば勝てるといったところ。ハモ型なので1300はなかなか出しづらいはある。あのクマちゃん花人形とかそこら辺のコンボしかないで、相手はそう回復ファイターいっぱい入れてるのでなかなか行きづらいところですね。ラムで守ってきて、からのニロとかラム花ちゃんかな、いた場合は生命体。なるほど、これはどっちか残りますかね、両方とも。あ、どっちかっていうか確実にケトラが残るのか。はい、ということでケトラも残ったし、リュウズも2手番目に来ててタイピン強も来てるのでかなり強い。火力がみんな100アップしてるし、はい、ということでナイス、強いですね。タイピン強を、編成して火力でガンガン攻めていくっていう戦い方は結構相性がいいというか戦法として合ってるんじゃないかなって感じます。ナイス。はい、というわけで今日はタイピング強した新スタチェンのタイピング強を、デッキメンバー枠で編成したリューズデッキを紹介してみました。まあ、僕 DDD を持っていないのでそこら辺は試せていないんですけど、タイピング強がアイロンだと違う強い点といったらやっぱ火力なんですよね。火力が200、100強いっていうところで、あとは、まあ、登場時のスキルなのでそこら辺も割と例えば屍相手とかだったら有効かなって気がするし、まあ、そこら辺の強みがアイロナと違ってあると、まあ、ただし守備に関してはやっぱりアイロナの方が強いと思うので、タイピング強を編成する場合はリューズとか、まあ、バールとかハーモニーでもありだと思うんですけど、リューズとかで火力型にして戦う戦法の方が相性がいいというか、戦法としてタイピング強編成する場合は合っているんじゃないかなって気がします。なので、まあ、ちょっともしかしたらレインを抜いてもありかなって気がするんですが、まあ、レインは今回活躍なかったんですけど、まあ、自陣配置したいとかで残る場合 HP800 あるからめっちゃ裏返った800あるから800あるから、残った場合かなり強いし、なので、まあ、レインも場合によっては強いで、マルチアイとかリューズでさっき2試合目ですね、全方向アーツになったりケトラで火力上げたりベンチで、火力200なのでそこら辺も強みなのかなっていう気がします。なので、はい、タイピング強したチェーン号を編成する場合は、編成ももちろんこういう強み、まあ、編成ももちろん大事なんですけど、それよりも戦法としてアイロナとの差を出すためにちょっと押し気味で戦っていくっていうやり方が合ってるんじゃないかなって気がしますね。はい、ということで無事に連勝できたし結構タイピング強強いと思いました。はい、なのでもしタイピング強をスタチェンするかどうか悩んでる方いたらこれが参考になったら幸いです。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。よかったら次回も見てください。バイバーイ。